はようございます。皆さん元気でお過ごしでしょうか。早いもんでね、もう9月に入っちゃいましたよ。ちょっとはね、朝晩はね、過ごしやすくなってきた感じがしますけど、やはり日中はね、暑いですね。もう最近はね、ゲリラ豪雨が多いですから、いきなりね、曇ってきて雷ゴロゴロドチャーンバシャバシャーって降ってきますからね、予想がつきませんね。これから先ね、世の中どんな風になっていくかね、ちょっと怖いっすね。はい、何したのでしょうね、この人頭の毛つまんでね。はい、かやしまのね、バスのロータリーの信号ですね。チャリンコ、逆走自転車一発目。もう、むちゃむちゃですわ。私もね、62ね、間もなくね、到達します。これからね、先ね、どうしていったらいいでしょうかね。もうチャリンコはどこ通る道でしょうね。ね、人生100時代、いつ死ぬかわからないですからね。はい、横から端子がすり抜けてきますね。はい、曲がってきはりましたね。はい、この段車どっかで抜いていきはりますかね。はい、横断歩道の木は止められるとね、見通しが悪いんでね、怖いですね。はい、人生100時代ね、いつまで働かなかったのね、ずっとでしょうね。はい、ね、年金なんかね、当てにできませんからね。これから先ね、もらえるかどうかもね、わかりますね。あ、すり抜けて変わりましたね。はい。おお。交差点のど真ん中にね、止めてハザードと書いてありますね。交差点のど真ん中ですよね。はい、ダメでしたね。これですね。音階でしょうかね。いや、行っちゃいましたね。はい、ここね、交差点のところね、まむたのね、和菓子屋さんがね、立っとったんですがね、ちょっとずれてね、後方30メーター後ろぐらいにね、新しいお店構えてありますね。前方はね、昔はね、自家のお寿司屋さんがあったんですがね、今やね、コインパーキングとね、チャリンコのね、自転車止めるスペースになってますね。街がどんどん変わっていきます。はい、このチャリンコも信号無視ですね。もうおばちゃん怖いっすね。出てきありましたよ。やりたい放題です ね、 止めにくい駐車場ですよね。はい、今日もね、スクラップ屋さんにね、鉄くずとアルミ缶ちょろっとね、売りに行きたいと思います。全然ね、片付かないんでね、奥様にはね、怒られてますけどね。
私にとってはね、ゴミは宝なんで、はい、ゴミはお金を生む材料なんですがね、なかなかご理解いただけませんからね、はい、お、かっこいいね、軽トラ来ましたね。すごいカスタム仕様ですね。高ついてますよあれ。本体よりねカスタムした方が高くなりますからね。あげてくださいよね。今何台か行きましたけどね。お、逆走自転車2発目ですね。スーパー買い物に行かない最短距離を通ってありますけどね、車からしてみればね怖いですね。カスタム仕様の軽トラ、あ、ナンバープレートはナンバー1番ですね。すごいですね。お、レクサスのエンブレムがついてますね。軽トラックにレクサスあるんですね。ねえ、すごいね。物詰めるんでしょうかね。お、お、方向指示器見にくいですね。見にくい。ついてるかどうかわからないですよ。カスタムされてますけど、もうちょっと目立つようにしといていただかないとね。よいしょ。ちょっと酔ったらどないない。ゴミ拾いね、ご苦労様ですね。街をきれいにするね、推進会の皆様ですね。あ、クラブ活動やってますね。テニス部ですかね。もう夏休み終わっちゃいましたからね。邪魔なとこ止めたりますわ、まあ、おい、いけいけチャリンコ、チャリンコ行きます。止まりましたね。さすが止まりました。はい、福寿司の横の信号を通過していきますね。だいぶ伸びてきましたね。前方の信号がね変わっちゃいましたね。